どうも、クッキーでーす。どうも、トイでーす。こうやくんで神々の実って言われてますけども、はい、覚醒してるとかしてないとか。結構覚醒気味ですね。結構覚醒気味だよね。どっちかやろ。なんで覚醒気味って。まず風邪気味みたいな。クロコダイルぐらい。俺、あいつも覚醒してそうでしてないかもしれないや。覚醒気味って状態。バカにすんじゃん。いや、してない。俺も能力研ぎ澄ましてるから。ちょっと一個僕予言していいか、今日。はい。2021年は、うん、覚醒の年になります。もっとリアクション欲しいな、なんか。いや、じゃあどうなるかよくわからんから。ワンピースは現在97巻まで出てますよね。そうよ。はい、連載も23年を超えてます。すごい。悪魔の実の覚醒というワードが初登場したのは、インペルダウン編なんで、そうじゃないですね。恥ずかしい。恥ずかしい。ミノタウロスという極卒獣を相手にした時、クロコダイルがこんなセリフを言ってます。復活は当然だ。あいつらは覚醒したゾーン系の能力者。異常なタフさと回復力が売りなのさ。さらりと言ってますけど、覚醒というところがカッコで区切ってるんで、明らかに強調して言ってますね。なんとなくの後付け設定じゃなくて、ちゃんと考えられた設定だと思いますね。最初はゾーン系の覚醒者は全員あんな感じになるのかな。それだったらめちゃくちゃ嫌だなってまあ思うんですけど。そうですね。あれはあくまでも極卒獣がサディちゃんとかに調教されてるから、ああいうアホみたいな感じになってるだけで、あ、なるほどね。普通の覚醒者たちはまた違うんだと思うんですよ。おお、はい、確かにカイドウとかほんまにタフなのはもしかしたら覚醒してるからかもしれないですね。そう、そこは言いたいと思うんですね。見た目よりも異常なタフさと回復力っていうのがまあ多分重要になってくるので、見た目は多分重要じゃない。なるほど。じゃあね、僕予言って言いましたけども、今竜王っていう言葉が今年ね、ちゃんとワンピース界隈とわーって接近してるじゃないですか。そうね。なんなんあれはみたいな、ね、そういうこともあったら普通は覚醒の方を先に書こうと思うよ。先に出してるからね。そう、うん、でもあえて竜王っていうことを作ることによってこの後覚醒のためにフックになってると思ってるんですよ。ほう。だから来年はその種をまき切ったんで、うん、覚醒の年になると思ってるんですよ。なるほどね。はい、そんなわけでそういう年を迎える前に改めて覚醒についておさらいして、ちょっとそれプラス僕の考察を入れていきたいんで、ぜひ最後にご覧ください。わかりました。そしてそれが楽しみだとしたら今すぐ高評価とチャンネル登録だけしてほしい。お願いします。でチャンネル登録なんですけどお願いします。ベルマークを押してベルベルな通知ボタンを、あなたのベルを覚醒させてください。うまいこと言う。能力の覚醒について本気で考察してみたよいしょ。というのも、はい、全然まだ登場してなくない。そうやね、もうほんまに覚醒が最近出てきたのっていつか覚えてますか。まあ最近だったらもちもちですかね。もちもちの片栗もそうなんですけども、そうそもそもルフィたちが覚醒を知ったのは、うん、ドレスローザ編になりますよね。ドフラミンゴが悪魔の実の能力の覚醒について説明してます。覚醒という上のステージがあるんだというね、うん、敵ながらちゃんと説明してくるあたりがドフラミンゴの好きなとこなんやけど、その続きでね説明があって、能力は稀に覚醒し己以外にも影響を与え始める。そして続いて登場したのが3年後のホールケーキアイランド編にて、片栗が当然のように覚醒してたと。そうですね、はい、まあ、中国の男ですから。でさらに映画の話にはなるんですけども、うん、スタンピードで登場したボス、うん、誰でした。ダグラス・バレット。ん、誰の真似でそういうた今。あいつだけはやめておき。ルフィですか。うん、全然言ってびっくりした今。ガシャガシャでの能力ですよね、うんうん、はい、覚醒していて、まあ、でっかい怪物にこうガシャガシャ。そうそうそう、シンゴジラが主だもんね。そうそうそう、いやは。でもこの20年以上続いてきたワンピースの歴史において、うん、覚醒した能力者が明確に登場したのが極卒獣とこの3名のみ。ちょっと微妙やね。少なくない、うん、しかもなんか伊藤ちょっともちもちっていう比較的微妙なパラミシアが覚醒してるからね。そう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 、ということは小田先生のことですから、巧妙に隠された覚醒者実はまだいるんじゃないのか。ほう、ね、他にも覚醒しているんじゃないかっていう風にちょっと読み返してみたんですよ。ちょっと定かではないんですけど、この思い考察を聞いてください。ほう、覚醒してそうな能力者たちまとめ。誰や。はい、四校であり、能力のスケール的にもビッグママは絶対確定してたもんね。まあ、してるやろね。魂を分け与えれてる時点で、だってトットランド全域に影響してるからね。まあ、並ばしてるとは言え、しかもビッグママが気絶とかして、うん、記憶喪失になったとしても本人たちも動けたよ。いや、そうやね。ということはあれは絶対影響を与えた結果だよね。そう思ったら4校全部多分覚醒してる。カイドウ、ビッグマム、黒ひげ。まあまあそこはしてるやろうね。ねえ、うん、当然覚醒っても知らないとは思えないし。いやいや、雑魚すぎでしょ。じゃあそのカイドウってどんな感じなんのか、ビッグマムってどんな感じ、黒ひげってどんな感じなんと思うわけですよね。パンクハザードの天候を変えたのが覚醒だとすると、他の対象以上の海兵たちも覚醒してもおかしくないんだよね。確かに。そう、戦国、杯、九山、一生、ボルサリーノ。まあこの辺はしてそうですね。地獄の審判が覚醒した能力かもって言われてるのがマゼラン。めっちゃ強いもんだ。めっちゃ強いよ、ほんま。
いや、あれは冷静に考えたら覚醒してる可能性はあるわ。最近で言うと他にも4個のナンバー2マルコもそうだなとは思えるんだよね。あー、なるほどね、はい、じゃあちょっとこれ気になるんだけど、うん、能力の影響でどれぐらい影響当たると思いますか。どれぐらい見える範囲ぐらい。これまで作中に登場した覚醒の能力者といえば、インペルダウンの極卒獣たち、はい、ゾーン系の能力者は作中でも言われているように、うん、異常なタフさと回復力が多いということもあり、周りに影響を及ぼすというよりも自身のポテンシャルを限界以上に引き出す。あ、そうですね、自分自身が影響を及ぼしているっていう覚醒だと思うんですよ、うんうんうん、確かに。一方、うん、パラミシア系っていうのは、うん、ドレスローザ編で戦ったドフラミンゴ、うん、ホールキキアランド編で戦ったカタクリ、スタンピードのバレット、はいはい、この3人に共通しているのは、周りの建物だったり物体をそれぞれの能力に合ったものに変えている描写。そうね、ルフィもパラミシアじゃねえみてえだっていうふうに言ってるように、パラミシアの覚醒の特徴として自分以外のものが糸糸もちもちのように変化させられるっていうことで、やはりこう目に映るものが変わってる描写は多かったんで、そうですね、きっとそうなんだろうね、はい、それを磨けば磨くほどバレットみたいに遠くからのものも影響を与える。いや確かになっていうことが今のところ確実な描写なんかと思うんですよ。濃厚ですよね、はい、じゃあゾーン系は異常な回復力タフさ、はい、パラミシア系は自分以外の周りに影響を及ぼす、うん、じゃあロギア系は、うーん、世界の全てに影響を与える。いやすごいやん、今様やん、当たりやから。どういうこと、ロギア系当たりって言われとったやん、ね、うん、よく大丈夫、ポケットしてそれ、そのクオリティで震えてるやん。今のところされてる考察で一般的な論としては、はい、健康や環境を変えてしまうことということで、うん、でさっきもちらっと話したんですけど、パンコハザード島とかね、どうなんだろうと。そう、パンコハザード島といえば青キジ島、うん、赤犬が喧嘩したわけなんですけども、半分が氷、はい、半分が火事。火事なんこれ、オーストラリアみたいになってるけど。いやいや失礼やから。失礼でもないやろ。マグマですね。そう、マグマやろそれは、はい、っていうように、バイの大冒険でいうところのフレイザードみたいな感じになってるわけですよ。トドロキショートの、あ、そっちで例えます。ヒロアカのトドロキみたいになってるわけですよね。はい、これってもともとこういう異常気象じゃなかったっていうことなんで、はい、明らかに青キジと赤犬の影響であると言えますね。おー、そうですね、はい、じゃあこちらドン、レッドライン、ほう、はい、赤い土の大陸なんですけども、うん、じゃあこれも自然的に発生したとは到底考えにくいじゃないですか。まさか、僕の考察予想ではマグマグの実の、まあ、前任者か、まあ、過去の人が壁を作るために能力を覚醒させて大地を作ったんじゃないかなって思うんですよ。おっしゃってましたね。実際ね、僕あの東亜くんがやってるその小安田の木曜日会のグラードンの回、うん、そうそう、パンってこれ思いついて、グラードンってどんなやつやったっけ。グラードンってのはね、海を消して大地を増やせる能力なんですよね。大地を作るわけやんか、大地を作れる能力があっても全然おかしくないんで、まあね、それが周りに影響を及ぼすぐらいの覚醒者やったら大陸ぐらい作れるだろうなって。そうそうそう、1台で作ったかどうか不明よ、2台3台に分けてたくさんこう積み重ねてたかも知らんけども、うんうん、それぐらい不自然な大陸だと思うんですよ、こうね、一周回ってる。いやそうよね、やっぱこうやって影響を及ぼすってパンコハザード編で頻度を出しつつも、実は過去に僕たちが行ってしまって覚醒した能力者による異物かもしらんと。ありえますね。そう思ったらワンピースクソほど面白いじゃんって思ってるわけですよね。で他にもウルージーが言った雷神と、ああ雷落ちまくってますからね。そうそう、なんなんこれ、ありえなくないですか、ね、え、傘はいらんかねっていうババアとか。そうそう、これも同じくゴロゴロの実の、まあ、覚醒したものが過去にやった結果なのかなって思うじゃないですか。はい、いやほんま謎。おお、謎よ。続いてアプーが訪れたイノシシに追いかけられてた島、どこ、新世界の春島っていうところなんだけども、はいはい、空中飛んでるんだよねこういうのね。確かに、これはまあちょっと強引なんですけど、バリバリの実の能力者かなとか、ね、おー、なるほどね。そうそう、あ、じゃあ実は飛んでないんだこれ。そう、カイジの鉄骨あたりの最後のとこみたいな感じ、はい、見えない、なんか見えない、なんか道があるんだよみたいな。あー、なるほどなるほど。ベッチが吸い込まれた島、船がこう吸い込まれていくように上にパコッと、覚えてるよみんな、結構過去なんで、はいはいはい、これもずしずしの実の能力者なのかなとか、重力だって反転させてるやんか、なるほど、浮かしてるわけやから、でフジトラも石とかに乗りながらこうふわふわ置いて、はいはい、とかような感じに見えたら、パラミシアも超本気出したら天候に影響与えれるかもね。どうなんだろうと思って、す
5。後半2つは言ってみたらパラメシアなんだけども、悪魔の実の分類上、ロギアとゾーン系以外は、まあ、全てパラメシアに分類されるため、うんうん、ホビホビだったりドルドルのキャンドルハウスだったり、うん、暴力者の手を離れても存在し続けるパラメシアの能力もあるから、それが覚醒かななんて、うん、確かにね。そう、ロギアのように島の環境を作用してもおかしくないかなと思ってます。なるほど、はい、どうですか。四季とかもね、ふわふわで超ふわふわさせてたんで、天候を変えると言ってもいいんじゃないですか、メルビューは、ストロングワールドの。じゃあここからはちょっとマニアックのちょっと話になっていくね。はい。ゴムゴムの実の覚醒じゃなくて竜王が出てくる理由、ここなんでやっぱ一番今回僕言いたいのは、はい、なんで今年覚醒に行かなかったのか、はい、竜王っていうものを一つ挟んで覚醒のために残してるのか、まあ、分かんないんだけど、ルフィのゴムゴムの実の能力にちょっと注目してほしい。はい。ドレスローザ編でドフラミンゴからパラメシアの覚醒っていうのが出てきて、カイドウと戦うってなったらゴムゴムの実の覚醒で戦って倒すんじゃないかとちょっと思うっていうか、まあ、全世界の人が思ってましたね。ちょっとホールケーキアイランド編までは時間がなさすぎてるんだよ、うん、でもちょっとさすがに、あれ覚醒ってあるんだったら俺も覚醒しなかったらやばいんじゃないのってやっぱ思う。確かにね。でも竜王っていうワードが出てきちゃいました。リオっていうのは一応念のために説明すると、魔の国での覇気の総称なんだよね。そうそうそう、その一つ上の段階も含めてそう呼ばれていきますと、うん、ジェイリーがケイミーの首輪を外したのもその覇気の一つ上の段階ですね、うん、ドフラミンゴ覚醒っていうワードを出したよりも先に、うん、レイリーが覇気の修行でルフィに対して基礎は全て叩き込んだセリフがあったわけだけども、ね、これは武装色、見聞色、覇王色それぞれに悪魔の実の覚醒のに次のステージがあって、うんうんうん、ホールケーキアランド編でカタクリが数秒先の未来を見えるっていうのが見聞色の次のステージだ、まあ、それも実際言うてましたもんね、レイリーもね、ちょっと先の未来見られるやつもおるでみたいな。そうで、兵庫郎から習った竜王が、まあ、武装色の次のステージに当たるのかなってなんとなく読み解けるんですね。そうですね、覇王色にも上の段階があると予想できます、うん、なるほど、はい、でこの先レフィが取得する展開、しかもそれをシャンクスから教わるとかね、そういう何かきっかけがあったら熱いんじゃないかっていうふうに思うんですよ。これで金塊の寿司いつでも払えるようになるね。うんつってね、うん、金塊の寿司払うための能力じゃないんだよ。あ、そうなんだ。なのでその小田先生も覇気についてもっと深掘りしておく必要があったと考えて、だから悪魔の実の覚醒よりもそっちを先にピックアップしたんじゃないかっていうのが一応予想なんですよ。なるほど。ゴムゴムの実の覚醒に関しては今回の竜王のレベルアップと合わせて登場するのが筋。なるほどね。そう、これがあるから多分ゴムゴムの実の覚醒が必要なフックになるっていうのは僕は間違いないと思ってて、ちゃんと小田先生は和の国編の盛り上がりのことももちろん言ってはるんやけど、その次に起こる大きな戦争のことを言ってはるやんか。どう考えて和の国ってこの大きな戦争のためのステップなんですよ。まあそうよね。ここでちゃんと竜王とかがマスターされなかったら覚醒に行き着かない。でないとこれから起こる大きな戦争で敵倒されへん、ルフィの実力が。そのために竜王っていうものを組んで覚醒を残すだろうなっていう作戦だと思ってます、うんうんうん、おー、ありえそう。でちょっと時間も余ったんで最後、東野くんが最初に言った疑問、はい、カイドウは覚醒しているのかについて、ゾーン系の悪魔の実の特徴として異常な回復力とタフさ、カイドウもそれに当てはまりすぎるぐらい異常なタフさと回復力を見せてますよね、うん、まあ、おでんの技を食らってもまあ倒れなかったりとか、空島から自殺してもまあ死なないんだからまずそうだろう、あいつどうなってんねんな、どうなってんねんと。ルフィのギアフォースの連打を食らってももう胃に返しなかったっすよね。おちょっと酔い冷めたかなぐらいだもんな。そうだ、あの時ルフィの持ってる最高の技のコンボなんで、そうよ、もう全然 HP 減ってへんやんか。これはカイドウ自身の強さに加えてゾーン系の能力者であることもまあ大きいんじゃないかっていう。なるほどね。そう、まあ、さらに覚醒してるからまあ当たり前だと、っていう感じが今回のまとめです。どうですか。いやまあその通りなんちゃいますって感じですね、うん、で問題は、まあ、竜王を通して覚醒になるのはなんとなく僕も予想ついてるんやけど、何をきっかけに覚醒するからね、面白いよね。一応ね、他の作品の覚醒ちょっと調べてみたんだよね、はい、僕の好きなドラゴンボール、うん、絶対小田先生も好きなんで、うん、クリリンの死によって悟空が怒ってスーパーサイズに覚醒する。あー、これ死によって覚醒か。そう、続いて今絶賛放送中の大の大冒険、アバン先生とハドラーの戦いを目の当たりにして額の紋章が覚醒するんだよね。っていうようになんとなく戦いの中で仲間がピンチになってたりすると覚醒するのがジャンプ作品の特徴だと思うんだよね。幽霊白書も暗黒武術改編とかで桑原の死だった時にプツンって切れたユウスケが覚醒するよ。そうですね、まあトグラが言ってたからね、もう一人くらいやっておくかって。同じく覚醒で言ったら一回ユウスケが死んで魔族の心臓が動き出して魔族に覚醒するっていう描写もあったように。そうね、まあ結構お決まりの描写じゃないですか、ジャンプ作品だったら。仲間のピンチに対してルフィが覚醒を起こすか、はい、もしくは本当にありえない妄想の展開ないけどルフィが自分で死んだ、うん、例えば D の一族の血の次の心臓が動き出すとか、ありえるよね。そう、なんか月の民のやつがボンって
復活するとかで覚醒するのかもとか、おもしかしたら覚醒のタイミングは多分来年見れると僕は思ってるんで、めちゃくちゃ楽しみ、楽しみ。はい、以上が今日の考察動画なんですけど、いかがでしたでしょうか。魔族大覚醒ということですかね。はい、そうですね、はい、今日の動画が面白かったら今すぐ高評価してください。お願いします。そして高評価2000以上いきましたら、次はね、こいつ覚醒するんじゃないか、覚醒のバーゲンセールまとめをやろうと思います。より細かく深掘りして、ちょっと次の予言のね、テイストみたいなのをちょっと紹介できたらいいですね。はい、ベルマーク押してくださいね。お願いします。はい、それでは See you, bye。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんなんやでもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。